美味しそうじゃん。いいんじゃない。俺半熟嫌いなんだよ。こう割れ、汁が割れないぐらいが。ああ、これちょっと半熟だけど、うん、これぐらいでちょっと黄身が、まあまあ結構いいかもしれない。今日はあ、ちょうどいいかもしれん。完璧かもしれん。いい感じじゃん。はい、よかったね。うん、たまちゃん、ご飯もらっていい？ないよ。ああ。さっき炊いてなかった？用途ね、世話焼きになる。あと8分。8分。世話焼き。あと8分やで。8分？うん。焼きな。作っときや。なくなっちゃう。食いな。食ったらなくなっちゃうよ。待っとくね。あの、あれ。で、これ焼きそばだよ。焼きそば米と食うの。うん。まあ、食べるか。うん、食べな。いただきます。マヨネーズは怒られるから我慢してる。そう、つけよ。いいの、かけて。別にもベタになったけな。うん、まゆちゃん、手際いいね。ありがとう。あ、ありがとうございます。バッキャン、ありがとうございます。ありがとうございます。おいしいですか。うん、前が作るご飯が一番美味しい。嬉しいの。もともと奥さんどっちがお前。それはまあまだ。うん、じゃあ嘘じゃん。一緒ぐらい。あ、まあ嘘つかないで。一緒ぐらい。嘘つかないで。それ嘘は一番すんで。甘いの方がうまいかも。手際いいし。じゃあ前が甘い？うん。一番？うん。へえ。嬉しいね。うん。一番嬉しい。食べな。ん？食べな。ダメだよ。ご飯飲んだし。水飲みな。ダメなの？うん。ピーマン大丈夫？うん。生でも食えるしね。
乗せていい水にしていい。なんかラットリンプと最近なんか元カレを思い出して聴いてるらしい。そんなこと言ってなくない？そんなこと言ってないよ。思い出の曲なんだって。そんなこと言ってないよ。勝手におかわりついてるか。いっぱい食べてほしいんだろうな。そんなこと言ってないよ。そんなこと言ってないよ。自分で食べるの？はい。自分で食べるの？あ、食べない。つかなくていいじゃん。じゃあ食べる。え、キムチちゃん、キムチ、豚キムチ食うの？いや、作ってくれるの？うん。うん、焼きそばは？無理だよ。ご飯をね、いっぱい作って食べてほしいんだって。うん、わかんないんだけど、いつも食べるんだよ。いっぱい食べさせたいらしいよ。美味しいらしいって。うん。なんか順調に太ってくるね。板場に似てるかもしれん。あれ？もう世話焼きになるね。